皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日はですね、皆さんに、知っていただきたいこと、告知があってですね、動画を撮っています。今日お話しする内容、ライブ配信ではもうすでにお話ししていたことなんですけども、この度ですね、私今まで個人の名前で活動していたんですが、屋号、言ってしまえば会社名というか組織名というかですね、を決めました。はい、リーリブ TLV プロダクションという名前を付けました。はい、これなぜかというとですね、どんどんというか、だんだんですね、その大きいところと仕事をすることが増えてきて、例えば、役場、役所さんとか、あの地方自治体、それから大きい企業さんとかですよね、そういう機会が多くなってくるんですけども、依頼してくれる方はですね、私のことを、知ってて、もちろん依頼してくれるんですけどね、その先にいるその決済をする人っていうのは全然私とは関係のない人なわけですよ。で、そういう人が例えば動画を作ってもらった人が成沢博之っていう書類を見た時に、この人普通の個人の人みたいな感じになっちゃうんですって。で、それでちょっと揉めるっていうかね、できれば会社の名前みたいなのをつけてもらった方がお仕事しやすいんですけどっていう風に言われてってですね、言われ続けたんですよね。で、今年本当にそれを言われる機会が多くて、いよいよそれ、決めようかという風に考えてこの度つけました。でですね、ちょっと勘違いされちゃうんですけども、法人化っていうのはですね、実はしてないです。屋号を決めただけで、はい、要は会社組織にはなってないってことですね。その法人化するのにね、その年収いくら以上だと法人化した方がいいよみたいな話があるんですけど、残念ながら私そこですね、ギリギリのところでちょっと様子見た方がいいみたいなアドバイスを受けてるんですよ。なので、法人化はしないんですが、屋号は定めたという感じなので、今後はですね、リーリブ TLV プロダクションの成沢博之ということで、活動させていただきますので、よろしくお願いいたします。で、ホームページをね、一新しました。はい。ホームページを一新しまして、新しくホームページに作りました。前よりもだいぶ軽くなったと言われています。はい。前のホームページにアクセスすると、ちゃんとリダイレクトするように設定をしておりますので、迷うことはないかなと思います。で、そのホームページの中でですね、一応ブログっていうのがあります。一応私は今までもブログ細々とやってたんですけど、今後はそのホームページの中の、新ホームページの中のブログに移行する予定でございます。で、新しいサービスとしてはですね、まず、レッスンっていう項目が増えてます。はい。そこにですね、セミナー動画をアップしようと思っています。今ね、2つアップされてます。今年の夏か秋かに、私の写真展の時にやったダヴィンチリゾルブの編集テクニック講座っていうものと、それから先日開催した、双子座流星群を撮影しようっていう、双子座流星群の撮影方法とかを、の講座ですね、を2つアップしています。もちろんどっちも有料っていう風になってるんですけども、これはですね、YouTube でいろいろ Tips 的には紹介していることも、もちろん内容的には含まれているんですけども、やっぱりそれを一から学ぶ、初めての人がこう順序立てて学ぶのは結構難しいよっていう話だったんですね。動画を探しに行かなきゃいけないと。だから質問されて、それ動画でアップしますよっていう風にお答えすることはあるんですけど、やっぱり質問してくれる人はその動画見つけられないし、わからないから質問してきてるっていう状態だったんですね。だから1から10までの動画を作ろうと思ってて、でもそれはやっぱり YouTube だと、あんまり相性が良くないんですね。で、それだったら1から10までちゃんとまとめて、アップしようと。で、それで内容的には結構重たい長いものになるので、有料とさせていただいております。ご興味のある方、ぜひ見てください。それからもう一つ、ストアっていうのが、追加されてます。今はですね、このカレンダーですね、私の2023年に撮影した写真で制作されたこのカレンダーがですね、今そのストアにアップされて購入できるようになっています。これ1月18日までかな、買えるので、こちらもぜひ買っていただければと思うんですけども、このカレンダー以外にグッズ販売を考えています。とりあえず写真をね、販売しようと思ってるんですよ。秋に行った
った写真展の時にこれ写真買えないのって何かの方に言われてですね、あ、買っていただける人いるんだと思ってすごい光栄だなと思って、そしたらちゃんとしたものを、販売したいなと思ってですね、そのプリントをするところだとか、額ですねを、購入するところを決めてきたんですよね。でそこにですね、私の写真を販売するようなページを作成しますので、あのもしこの写真、私の、まあ、過去の作品とか見てる方でね、この写真欲しいんだけどみたいな人いたら、それ率先して先に作りますんで、あの言っていただければなと思います。あと今私着てますけど、こういう T シャツとかね、これはファンミーティングの時にサービスで配ったものなんですけど、こういう T シャツとかももしかしたら、販売することになるかもしれませんので、まあ、そういったグッズ販売というか、にもですね力を入れていきたいなというふうに考えています。まあこういうのね、なんか少なからず欲しいって言ってくれる人がいるのは本当に幸せなことだなと思いますので、まあ万人受けはしないでしょうけど、まあその欲しいと言ってくれる、まあその少ない方々のためにですね、こういった活動もやっていきたいなというふうに考えて作ったっていう感じですね。最後に、リーリブ TLB プロダクションの名前についてちょっとお話しすると、リーリブっていうのはこれリライブじゃないです、リーリブと言います。はい、リーリブっていうのは追体験という意味なんですね。私あのワークショップとか撮影会とか、まあ、そういうことを開催することが多いんですけど、それをやった時にやっぱり、参加するお客様は成沢さんがあの時撮ったああいうやつ撮りたいとか、この動画を見て同じ体験をしたいとかっていう風に、言ってくれる方がすごく多いんですね。でそれはやっぱり私が体験したことを皆さんにお伝えするというか追体験だなというふうに思ってて、自分の撮影会とかワークショップは、まあ、追体験っていうのがテーマだなと思ったんですけど、最近そのクライアントさんから動画制作とか写真の制作を受ける上で、やっぱりその依頼してくれる方はこういうふうに撮ってほしい、こういうのを作ってほしい、過去に私こういうのを経験して、うちのここはこういうところがいいんですよ、こういう場所が綺麗なんでそこ絶対撮ってくださいみたいな、そういう話必ず出てくるんですけど、それってやっぱり依頼してくれる人の、思いというか追体験を私がこう映像化作品化してるんだなよっていうふうに思ったんですね。だから自分の仕事自体がその追体験を表現するっていうことにつながってるんじゃないのかなというふうに考えまして、そのリーリブという、名前をつけてます。TLV はタイムラプスビデオですね。タイムラプスとそれから動画のビデオ、その2つを使ってリーリブ追体験を表現すると。プロダクションってつけたのはなんかそれっぽいかなと思って、プロダクションっていうつけた感じなんですね。まあそんな思いが込められてる屋号でございます。今後ともリーリブ TLV プロダクションの、成沢博之をぜひともよろしくお願いいたします。それでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけね。どうもどうも。